はい、皆さんおはようございます。アサロニーの時間です。アサロニーはですね、月曜から金曜の、平日朝8時半から、花の情報などをお届けしている番組となっております。本日もですね、皆様にお花の情報をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初にですね、検証中の、今現在2つ進行中ですね、オアシスに刺す場合と、水につけてる場合、一体どちらが長持ちするかっていうのと、もう一つ、どちらが水揚げがよく、ハサミとナイフはどちらが水揚げがよく長持ちするのかという検証中なんですけど、今日ちょっと2つとも動きがあったのでちょっとご紹介していこうかなと思います。で、実はこれ何回目かの撮り直しなんですけど、この間スカビね、水につけてた方が先にダメになったと思うんですけど、ちょっとね、さっき撮影してる時にもうスカビをねちょっと捨てちゃったので、ちょっとはい、オアシスにつけてた分も、こうやってダメになりましたので、スカビも、一旦というか離脱ということで、はい。そして、残りのバラとスイートピーなんですけども、こっちが水につけてる方、こっちがオアシスにつけてるやつなんですけど、わかるかな、これ水につけてる方なんですけど、やっぱ水につけてる方が傷んでるんですよね。やっぱり見えますか、これがいらないのかな、こうしたらわかるかな、無理か。そうなんですよ、ちょっとね、やっぱ傷んでて、オアシスにつけてる方は下のこの1輪だけダメになってるだけで、上のこの3輪はまだまだ大丈夫そうです。で、バラは今はちょっとそこまでね、やっぱ大差ないですね。大差というか、でも若干やっぱ水につけてる方が開いてますね。これわかります？若干ですけど、やっぱ水につけてる方が早いですね、開いたり。ちょっと痛みがね、早いですね。これ多分でも、ただ単品で一本一本飾ってるからだと思うんですよね。ブーケとかなってくると、やっぱこう、ギュッと詰まってて、やっぱその持ちとかも変わってくると思うんですけど、この一本単品で。やっぱちょっと張りもね、違うんですよね。やっぱまだまだ、こっちのオアシスの方が張りがあって、だんだんちょっとやっぱ水分抜けてきてますね。水につけてきてる方は、つけてる方は、はい、結構変わるんだなこれ。さあ、そしてもう一つありましたね、ハサミとナイフ、一体どちらが水揚げがいいのだろうかという検証。実際に水揚げした感じは、どちらもそこまで大差なかったんですよ。まあ多分状態的にも多分良かったと思うんで、スッとやっぱ水どっちも上がったんですよね、ハサミで切っても。ただ持ちを見てみると、やっぱハサミの方がこのラナンとかはちょっとずつクタってなってきましたね。ハサミの方は、ハサミの方が、うん、やっぱね、ちょっとわかります、頭がちょっと下がってるの。ラナンキュラスのこっちのハサミで、こっちのハサミでやった方がちょっとクタッとなってきてるんですよね。で、バラもやっぱりハサミの方がやっぱ開いてるのかな、張りはどうかな、まあそこまで変わらないかな、まだバラとグリーンベルはそこまで変わんないですね、まだ。なんでちょっと経過を見ていきましょう。一
応毎日水替えはしてます。どうなるんでしょうねこれ。今度谷口さんに言われた文房具のハサミとナイフを比べてみようと思ってるんですけど、ダリアで。それもちょっと、もうちょっとしたらちょっとやっていきたいなと思ってます。はい、という感じでございます。で、ちょっとね、今ねギフトフラワーを制作中なので、ちょっと作っていきますか。いや、面白いな、検証どうなるんでしょうね。だいぶちょっと予想に反してというか、オアシスのが持つんだみたいな感じでしたね。どうでした皆さん、予想的には的中してますか。僕はね、まあまあ外れてるんですよね。難しいですね、やっぱ花によってももしかしたら変わるのかもしれないですね。一概になんかこうだったってはもしかしたら言えないのかも。アイロニー、今お正月の切り箱ボックスアレンジメントを販売してるんですけども、こうやって通常のギフトフラワーの方でもちょっとお正月っぽくとかっていうのも受けたまっておりますので、ぜひ。今日はワンサイドですね。AO と呼ばれるこのね、マムがね、強烈に華やかさというか、やっぱなんです、これすごい存在感ありますよね。ダリアみたい、これ、同じキク科なんですけどね。だ、よくなんかダリアとマム間違える方はやっぱいらっしゃいますよね。僕も花屋に入りたての頃はよく間違えてました。えっみたいな、これ菊なんですかみたいな。昔はね、なんだったかな、黄色と白だったかな、白と黄色だったかな、しかねなくて、何時代だったかな、江戸時代とかにイギリスに渡って、そこからなんかヨーロッパの方で大ヒットしたらしいんですよ。でそこからこう品種改良とかが進んで、だからヨーロッパの方でマムは品種改良が進んだそうです。まあやっぱヨーロッパ品種改良多いですね、されたやつ。すごいっすよね、このいろんな品種があって、これのブーケとかすごい綺麗なんでしょうね。このマムフェストって言います。このマムフェスト、なんて綺麗な。
これだと、放送が、金曜になるんですね、なので明日ですね、お正月年末のねレッスン芦屋はこれさんであるんですけども、それもあの切り箱なんですよ。まだねギリギリまで参加受け付けてますので、ぜひ。はい、こんな感じです。これ今日はあのお正月用ってことで、ちょっとお正月っぽく華やかにっていうことだったので、オタフク何点とか入れて、マムとかね、ちょっと蘭系の花も入れて、はい、という感じでございます。あの実はあのライト買ってもらったんですよ。ライト買ってもらったって、あの僕個人的に買ってもらったとかじゃないですよ。なんかこの撮影するときとか、こうやってライブするときとかに、なんかライトがあると花も綺麗に映るし、こう顔がね盛れるというはい、ちょっとなんか明るくなっていいんじゃないかなはい、ということで今日は終了したいと思います。この動画がいいでと思った方はぜひ、チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。コメントもね、コメント返させていただいてますので、ぜひあのいただけると嬉しいです。はい、ではまた皆様お会いしましょう。今日も良い一日をお過ごしください。また